11月11日木曜日、ニュースオプエド、アンカーのザ・ニュースペーパー、福本秀です。さあ、そしてアシスタントはこちらの方です。はい、アシスタントの青見恵里です。秀さんは衆院選の後でオプエドに出るのは初めてとなりますが、いかがですか？そういえばそうですね、はい、いや、今回の衆議院選挙はね、思ったよりも楽しめましたね。あ、どのような点で？やっぱりね、10月31日、はい、ハロウィンの日ということでね、はい、まあ、たくさんのゾンビ議員が誕生するっていうね、はい、まさかね、はい、甘利明さん、そうですね、小沢一郎さんというね、うん、もうとっても恐ろしいゾンビが誕生するっていうねで、はい、ゾンビにもなりきれなかった石原伸晃さんも、はい、びっくり、うん、ね、まあ、なかなか、世代交代もあって、はい、で、まあ、やっぱりね、自民党にちょっとお灸を据えて、うん、で、立憲民主党は票を伸ばすっていう読みが、まあ、ことごとく外れて、そうですね、うん、立憲民主党が受け皿にならなくて、うん、で、まあ、国民民主党も増やしましたしね、3議席、うん、まあ、30議席増えた維新、はい、で、野党がこう2つに分かれたっていうのがね、うん、まあ、ちょっと予想以上に、はい、まあ、楽しめた衆議院選挙だったなと、はい、はい、ました、ね、まだまだ楽しめちょっと続いてる感じですね、はいはい、でもね、楽しまなきゃ損なんですよ。そうですね、僕ずっと言ってるんですけど、うん、衆議院選挙ってただじゃないんですよね、うん、だいたい600億円ぐらいかかる。そんなにかかってるんですか？そうですよ、税金1回の選挙で。で、有権者をまあだいたい1億人とすると、はい、1人当たり約600円なんですよ。600円払ってるのでちょっと楽しく、青美さん600円払って選挙やってるんですよそうなんですね。そうだから、これ楽しめなきゃ損ですから、あ、っていうことで、まあ、僕いつも言ってるのは、投票用紙を楽しんでくださいって言ってるんですよ。どうやって楽しむんですか？あれね、形状記憶用紙なんですよ。へ、折り前あれただの紙じゃないんですよ。確かに、なんか折ると勝手に開くんですよ。へー、なぜなら開票を簡単にするために。ああ、ファンってなるっていうのってですか。ですから今回は楽しんできまして、まず1回折って、ただ開くんですよねおお、開く開くっていうの楽しんで、で、さらにもう1回折るんですよ。それでもね、ちゃんとパタッパタッと開くんですよ。やればよかった。で、さらにもう1回折ったんですよね、はい、それは戻りません。さすがにそれはもう神の力で、ね、形状記憶の限界。あすごい楽しまれた次回ぜひ皆さん楽しんでください、はいはい、ただじゃないです。はい、はい、さあ、そしてまだあるんですね。あれ、なんか私たちの目の前に、いやー、なんか世の中楽しみいろいろありますけど、はい、紙が置いてありますね。何でしょうか？このオプエドの今日のディレクターの若木浩介さんの、はい、まあ、ライター、構成作家なんですけど、はい、若木浩介のディグ聞くメンタリーボリューム15、はい、面白い、こういうのもあるんですね。ねえ、イベントが始まりましたね。青美さん、これレコードなんですけど、はい、昭和のドキュメンタリーレコードを聴きましょうですよ、うん、だから、うん、レコードを聴く人も今、まあ、なかなかレアですよ。ないですもんね。けど、さらに言えば音楽じゃないんですよ、はい、このドキュメンタリーのレコード、はい、なので聞くメンタリーっていうねえ、はい、いやー、ほんとね、すごいですよ。だって車とか汽車の走行音とか、はい、あと著名人の語り、なるほど、じゃあ昔の政治家の音声とか、あ、そうなんですか。がどこから探してくるんでしょうかいいですね。11月19日金曜日、はい、夜7時から、はい、東中野のポレポレ座出ました。ポレポレ座です。暑い場所で、はい、で、これが配信もあるそうです。はい、はい、配信チケットもありますので、行けない方は配信でもご覧いただけるということで、お申し込みはこれはどこからすればいいんでしょうね。まあ、検索すれば出てくるんですか？ね、どうしても行きたかったら調べるでしょう、はい、どうしても行きたかったら調べるでしょう今はね、すぐ調べれますから調べてください。この若木浩介のディグ聞くメンタリーで皆さん検索してみてください。うん、こういう集まりいいですよね。こういう趣味の近い方で集まるっていうのはコロナ禍なかなかできなかったので、こういうとこからちょっとね、外出たりするのもいいかもしれませんね。はい、本当にいいと思いますね、はいはい、ということで、お待たせしましたが、ゲストをご紹介をさせていただきます。はい、本日のゲストは著述家の本間龍さんです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あれ、ちょっと待ってください、本間さん。はいはい。なんか肩のとこ、なんか今ちょうど止まってますね。あるんですよ、オカメインコがね、足が見えます、はい、どうしても外に出せってうるさくてピーピー鳴くんで
しょうがないから、はい、でも光学迷彩になってるから見えないんですよ。ああそうですね、まさかの時々下がってくれば見えるんですけど、あ、はい、ちょっと上がってごらん、ちょっと上がってごらん、いやそんな、まあ、こんな感じですね。あ、かわいい。あ、そんな風にインコって飼うことができるんですね。そうですね、やっぱ慣れるからね。へえ、かわいいですね。さっきもね、番組が始まる間際までね、はい、本間さん誰と喋ってんだろうってずっとその画面上見えない、ね、インコちゃんとね、うん、あ、音楽かかったねとかね、始まるねとか話されてましたけど、え、もうそのベッドとして飼われてどれぐらいになるんですか。いやいや、これはねまだね、はい、生まれて2ヶ月ぐらい。あ、でもその前も飼ってらっしゃったんですね。そうそうそう、その子がもう亡くなっちゃったんで、その子は13年ぐらい。あ、そうですか。あ、飛んでっちゃいました。その子は13年ぐらい。へえ、すごい、ちゃんと戻ってくる。いや、すごいですね、冒頭からね、ドキュメンタリーの聞くレコードの話から、はい、オカメインコを飼ってらっしゃるベテランの方まで、幅広い。まあ世の中いろんな楽しみありますね。そうですね、はい、楽しいですね、いろんな。さて、本間隆さんといえばですね、もう東京オリンピックパラリンピックはですね、もうこの問題点についてももう激しくこの番組でもね、はい、いつも批判、さらにもう問題点を挙げていただいて、もう毎月お話をいただいてましたが、なんとその集大成となる本が出るんですね。はい、はい、ね、そうですね、12月の9日に、はい、あの千曲新書ですよね、はい、まあ、そこから出しますんで。すごいですね、タイトルが東京五輪の滞在、うん、ね、大きな罪、うん、ということでね、サブタイトルがもうすごいですよね。まず政府だけじゃないですね、電通、ね、はっきり書いてある、はっきり書きますね、電通ね、でメディアIOC ですね、はい、で、まあ、この強引に開催を進めて、まあ、新型コロナウイルスの、ね、感染拡大に影響したということもありますけど、まあ、この巨額な経費、これはまあ組織委員会だけじゃないっていうことが書かれてるんですか。うん、まあそうですよね、はあ、まあもうとにかく政府も何もかもみんな一緒になってたかったんだろうっていうことですよね。うん、オリンピックにね、うん、で、まあ、結局その巨大な赤字だけを残して、まあ、国民には別に大多数の国民にはなら関係のないイベントだったので、うん、そうですね、まあ、そこをまあかなり徹底的に書いているという。すごいですね。しかしこのはっきり電通って書いてもその千曲新書さん OK だと。うん、 OK みたいです、はい、へえ、ね、なんかあんまりうちとは関係ないからって言ってるんで。あ、そうですかいいんじゃないですかね、強いですね。また後ほどその話もね、はい、でそれからまあやっぱり政治の問題もですね、いろいろありますので、そちらも今日も解説をしていただきたいと思います。はい、はい、では本日の番組内容です。この後はニューズヘッドライン、 CM を挟んで今日のオプエドニュース解説になります。その後再び CM を挟みまして、後半は特集マンスリー東京インパール2020への道、本間隆さんにお話を伺います。質問はツイッターと YouTube で受け付けています。ツイッターはハッシュタグオプエドでツイートしてください。それではノーボーダー DX スタジオから生放送でお届けします。ニューズオプエドスタートです。本日の AI ニュースヘッドラインです。ほぼ同じ顔ぶれで再スタートです。先の衆院選を受けた特別国会が昨日召集され、岸田文雄氏が第101代総理大臣に指名されました。昨日夜、皇居での総理親任式と閣僚認証式を経て第2次岸田内閣が発足しました。第1次内閣で外務大臣だった茂木敏充氏が衆院選後に辞任した甘利明前幹事長の後任となったのを受け、元文部科学大臣の林芳正氏を外務大臣に任命しました。他の閣僚は全員が再任となりました。特別国会は明日までの3日間開かれます。
政府与党は12月上旬に改めて臨時国会を開き、経済対策を盛り込んだ2021年度補正予算案の年内成立を目指します。10月4日に発足した第一次岸田内閣での岸田総理の在職日数は38日間で史上最短となりました。政権への圧力も強まりそうです。自民党細田派は今日党本部で総会を開き、安倍晋三元総理大臣の新会長就任を正式に決めました。安倍氏の派閥復帰は9年ぶりで、党内最大の安倍派を率いることになります。現在の会長の細田博之氏は昨日の特別国会で衆議院議長に選出されたため、慣例により会派を離れて派閥も離脱する見込みです。派閥の幹部が昨日安倍氏の事務所を訪ねて会長就任を要請し、快諾を得ました。細田派の所属議員は現在は87人ですが、先の衆議院議員選挙で当選した新人らが入会し、さらに人数が増える見通しです。安倍氏は最大派閥の流出として党内での影響力をさらに強めるものとみられています。厳しい処罰を求めています。名古屋出入国在留管理局の施設でスリランカ国籍の女性ウィシュマ・サンダマリさんが今年3月に死亡した問題で、遺族が昨日当時の局長や職員らに対する殺人の疑いで告訴状を名古屋地検に提出しました。告訴状によると、ウィシュマさんは1月中旬頃から嘔吐や食欲不振などの体調不良を訴え、外部の病院での治療を求めていました。亡くなるおよそ2週間前には尿検査で飢餓状態を示す数値が出ていたことが分かっていました。出入国在留管理庁が8月に公表した最終報告書は、名古屋出入国在留管理局の医療体制などに問題があったと結論付けています。遺族の代理人の指宿翔一弁護士は、死亡しても構わないという密室の故意があり、殺人罪に当たると主張しています。気候変動では歩み寄りました。アメリカと中国の両政府は10日、イギリスグラスゴーで開かれている COP26 国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議で、今後10年間気候変動対策での協力を強化することを約束する共同宣言を発表しました。具体的にはメタンガスの排出を減らす計画を来年までにまとめることや、再生可能エネルギーの利用拡大や森林破壊の阻止などで協力することなどを盛り込みました。アメリカと中国は世界1位と2位の温室効果ガスの排出国で、両国が世界の排出量のおよそ 40% を占めています。外交では対立を深めている両国が、気候変動では協調する姿勢を示す異例の共同声明を出したことに対して、国際社会では評価する声が上がっています。以上、 AI ニュースヘッドラインでした。 CM の後は今日のベイドです。樹齢千年のオリーブの下で、永遠に眠ることができる樹木葬。合祀もなく、人数制限もない。家族と共に永遠に眠る永代供養。樹木葬ハピネスパーク、千年オリーブの森。
ジューズオブエド、本日はゲストに著述家の本間龍さんをお迎えしてお届けしています。はい、それでは今日のオペエドです。はい、まず1本目ですけどもね、はい、はい、岸田文雄内閣、第二次内閣が発足ということで、はい、まあ本当にすぐに解散して、しかも選挙までの期間が短く、うん、もし選挙で大敗してたら38日間で史上最短の総理に、ね、なってしまうという危険性がありながら、はい、賭けに打って出た岸田総理ですけども、はい、まあもう本当にうまいことやったと、はい、まあ、胸をなで下ろしてると思いますけど、うん、本間さんいかがですか。まあそうですよね、まあ、当初からなんていうのかな、その負けはするけれども、はい、負けはっていうか減らしはするけれども、ある程度はね、そうですね、40ぐらいは減らすんじゃないかって言われてましたもんね、うん、ね、でもまあ、うん、公明がいれば、あの政権がひっくり返るってことはないなとは思ってはいたけども、うん、そうですね、だからまああれじゃないですか、あまりっていう面倒くさい荷物をほっぱらかしすことができて、はい、うん、まあ岸田さんとしては結構万々歳なんじゃないですかね、この結果は、ね、うん、ね、そういうふうにね結構言われてますね。でやっぱポイントとしてはですね、外務大臣に林芳正さん、ね、うん、このスピードですよね、もうあっという間に参議院から衆議院にくら替えしまして、河村武雄さんがね出馬しないってことになって、こう争わなくて済むってことになって、衆議院議員になった途端に外務大臣で、しかも岸田派のナンバー2で、ちょっとここにね、やっぱこう安倍さんが山口4区なんですよね。で次の衆議院選挙ではこの3区と4区もちょっと一緒になるんじゃないかって言われてるんですね。っていうことは安倍さんともうまるっきりライバルに、あ、まあ、安倍さんもちょっと大人だったら、林さんね、まだこれから未来あるわけですから、ね、小選挙区あなたに譲ります。でも林さんといえばやっぱりちょっとね、その中国とこう、まあ、仲がいいというか中国にも詳しいし、まあ、中国寄りな方ですよね、うん、本間さんね、まあ、なんかそう言われちゃいるけどね、うんうん、ただで一応その何でしたっけ、中国との議連の会長もやってたけど、はいはいはい、まあ、それはやめるということになったらしいけど、だから、まあ、まあ僕はね、うん、でも与党の中にね、はい、ちゃんといざっていう時に中国と話せるような政治家って一人か二人いないと良くないなと思ってるわけですよ。だからやっぱり突っ張らかってばっかりいるんじゃね、やっぱりこう外交ってできないから、うん、だからまあね、あれでしょ、中国と仲がいいってうだうだ言ってんのは、要するに自民党の中の右の連中がギャーギャー言ってるだけなんでね、うん、まあ僕はああいう人間は一人ぐらいいてもいいかなとは思ってはいますけどね、うんうん、確かになんかね、中国と詳しい、中国のことも詳しくて、はい、まあ地中派ね、はい、知ることが大事だとただまあ美中派って、まあ、要するに中国に媚びてはいけないっていう、相手のことをよく知るっていうのは知らないよりいいというふうにも林芳正さん言ってまして、うん、でまあ、まあ正直言ってその安倍さんはやっぱりまあ台湾よりね、台湾と仲がいいってことがあるんで、まあその辺ちょっと確執があるんじゃないかとか、まあ麻生さんも懸念してるとかそう言われますけど、確かに本間さんの言われる通り自民党内いろいろいた方がね、はい、都合がいい、いろいろいて、うん、話ができるっていうのはいいっていう、やっぱまあそういう意味でも、うん、駒が揃ってる、いろんな人材がいるっていう風に、まあよく捉えれば見えると思うんですけど、私はそれで、はい、中国についてっていうのを知った方がいいっていうのは分かるんですけど、うん、外務大臣というポジションにつけるっていうことがちょっと他の国から見てどうなのかなっていうところ、うん、他でいいと思うんですけど、麻生太郎と同じ意見、そ それがなんかちょっと他の国から見てどうなのかなって心配があるかなっていう、うん、でもね、この林芳正さん、このやっぱりこのハーバードもう大学の大学院の留学経験がありますから、すごい英語もなんか
もう堪能で、だから結構まあ中国も知ってるけどなんかアメリカも知ってるって話なんですけど、だからこの辺がかなり期待できそうなんですけど、どうですか本間さん。まあ別にね、外務大臣になってじゃあいきなり日本の対中政策がいきなりひっくり返るってことはないわけでね、そうですよね。で、まあ結局まあこの先もし何かやばいことがあるとしたら、まあその林大臣が中国企業から金もらってたとかさ、それはもう大問題ですね。そういうね、そういうラインの話がもしかして出てきたらかなり面倒くさいとは思いますけどね。まあ、大変そういうのは楽しみだなっていう、ね、楽しみだなっていう ね、 ね、そうですね、出てくるかもしれないです ね、 ね、ちょっと岸田さんがねこの 3A 離れしてんじゃないかとかね、そういうふうにも言われま す、 れす、ね、はい。それからもう一つね、やっぱポイントがこの給付金が、はい、あっという間に決まりましてね、なんか公明党の言うことを岸田さん聞くのかなと思ったら今回聞きませんでしたけど、本間さんこのあたりはどう見てますか。なんか全く意味のない、ほとんど意味のないものになったよね結局ね。あ、給付金がですか。まあ、結局あ給付金って、はい、決まったやつはあの5万円ですよね。まず現金5万円年内に18歳以下、で所得が960万以下、で来年クーポンって謎のクーポンですね謎でしょ。まあ、で結局さ、はい、クーポン作るのにまた印刷かけてね、それでまたそれを郵送しなきゃいけないでしょ。まあ、どうなるんですかね。あの紙なんでしょうかね。でもあのマイナンバーカードのマイナポイントは あれ申し込みました。今年いや、あ、やってないですか。やってないです。誰かやってます。今年4月やって、あ、やりました。そう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 、5000ポイントね。あれはなんかペイペイとかでもらえるからね、はい、紙とかないんですもんね。だから、そういう感じにね、あのマイナポイントみたいなクーポンであればその紙代とかいらないですけど ね、そこがどうなるかっていうのが、コスト今度はそのアプリを作んなきゃいけないよね、きっとね。でまたなんか電通とかに投げて、あ、なるほど、余計な仕事をね作ってあげるとかね。なるほど、余計な仕事をね。だから5万円配るのに5万円かかっちゃったりとかね。なんか、まあ、それはちょっと大げさだけど、要するに余計なまた金かけて大して喜ばれないみたいなね。っていうかスピード命なのに春頃とか言ってるわけでね。だって春っつったら3月ぐらいでしょ普通。そうです ね、 そう、確かに。あ、鋭い指摘ですね。1月、まあ、2月春とは言わないですもんね。言わないですよね。だからもうスピーだってね、これってそもそもやっぱりその子供だから、これって、はい、その困窮者のためのものなのか、それともその経済刺激策なのかっていう、そういう全くこう焦点がぼやけちゃってるんだよね。何のために配るのかよくわからんっていう。確かにおっしゃる通り、去年一律10万円あったじゃないですか、はい、で今年の3月までの統計で、一般家庭の個人の預貯金、これなんと 5% 増えてるんですよね。だ過去最高になってるんですよ。だからみんなやっぱ使わずに結局は貯金してるので、やっぱりこう経済のこう、再生というかね、経済回すためには使われてないっていう数字が出てる。で今回もだからまず5万もらったら、まあ、5万貯金するような気がするんですよね。だって次が謎のクーポンなんで、それは貯金できないですもんね。まあそうですよね。しかもクーポンであれでしょ、使える期間が限られるわけだから。そうですね。だからなんか何かに使わなきゃいけないけど現金化はできない。そうですね。っていうことになりますよね。まあでも本当今回ね、でも公明党の言う通りやるかなと思ったらやらなかったっていうのはちょっと驚いたんですけど、本間さんその辺いかがですか。やっぱりあのものすごいやっぱり批判がね、殺到してましたよね。まあ、何のためにやるんだかよくわからないっていう。でその線引きも18歳以下、はい、
っていうね、はい、うん、なんで19歳はダメなんだとかね、うん、19歳とかでも同じやっぱり大学生とかでも18歳の子と19歳の子がいたとしたら19歳以上はもらえないわけでね。そうですね、だからこれどう見てもなんだかよくわからない、性格がよくわからない財政出動になっていて、まあ、批判がすごく殺到してた。だから公明党の言うことまんま飲んでしまうと、まあ、自民党も結局叩かれると、うん、でも公明党のまああれはなんていうかメンツは保たなければならないと、うん、っていう、まあまあ極めてにあの日本らしい、うん、あの決着ですよね。なるほど、まあ、一応金額は総体としては公明党が言ってた通りにはなった、うん、そうですね、うんうん、選挙公約でね公明党はっきり金額上げてましたからね。そうなんですよね、うん、自民党はね上げてなかったんで、はい、でも結局これねなんだかんだ言って2兆円ぐらいかかると、うん、2兆ぶち込んで一体これが何の役に立つのかっていう、うん、まあそれの辺がはっきりしてないですよね、うん、青美さんはどう思いました、はい、今回の給付金については。いやなんかその10万円とか配るっていうことで、うん、政府でずっとテレビで私たちメディア見てて、はい、ケチ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 配るとか配らないとかっていう話をずっと見続けて、うん、お金バーンと使いたいっていう気持ちになるかっていう、なんかもっとそういう経済ってデリケートなもんじゃないのかなっていうふうに思うので、うん、なんかまず名前から給付金よりなんとかプレゼントとか、もっとポジティブな言い方できないのかなっていう、そういうのとか、お年玉とか、そうお年玉とか、そうそういうなんかそういうポジティブな言い方で言ってもらえたら使う気にみんななるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけど、ね、山口のおじさんからのお年玉お年玉山口のおじさんのなるほどね、確かに給付金っていうなんかね、なんか上から言われてる感じするんですよね。してあげるみたいな、してあげるんじゃなくて、なんか返してもらうぐらいの気持ちでもらった方が使いやすいじゃないですか。確かに我々がねこう納めてる税金からこうね、うん、こう戻ってきてるっていう風な感じしないですもんね。見てほしいなっていう、うんうん、思うんですけど、なるほど、今使いやすいですよね。わかりました、はい、あともう一本ちょっと安倍派ができたっていうのをね、できたっていうか、まあ、細田派が安倍派になったっていうことでね、はい、ね、うん、なんかこれ現在87人ってさっき亜美さん言われてましたけど、はい、さっき見たらニュースで、はい、もうなんか93人って書いてあるメディアもあって、あの新人の方がちょっとまだ、そうでしょ、だからもうあっという間に入ったのかなっていう、すごいなんで、ね、もう決めてきました、ね、どうですか本間さん、安倍派大きくなりそうですか。まああれじゃないですか、とりあえずね、まあ細田派をそのまま受け継いでるわけでね、うんうん、まあしかしさ、安倍派に、私安倍派に所属してますとかって、ね、よく恥ずかしげもなくねだってさ結局まあ例えば石原とかさ、はい、落ちちゃった人たち、はい、そういう落ちちゃった人たちとか、そのまあ甘利は比例で復活はしたけど、はい、彼らがなんでそれだけ苦戦したかっていうと、やっぱりそれってね、安倍政治に対する批判があったわけじゃないですか。うん、なのに、そのなんでか分かんないけど、この落ちたり、まあ、あまりなんかクビになったわけだけど、そういうふうになった人たちがいるのに、自分は会長として最大派閥に君臨するってさ、うん、これかなり自民党の中でも他の派閥の連中とか結構ムカッときてる人たちいるんじゃないの、だからなんかね、まあそれでやっぱりあとあれだよね、そのこの派閥にずっととどまるっていう議員たちの名前とかよく覚えておいた方がいいよね。でこの後選挙にはさ必ず安倍派として出てくるわけじゃない。そうですね、選挙とかそういう時にね、うんうん、自民党安倍派ってやる限りは絶対、ああ安倍のあのね、森かけ桜のあの安倍かってみんなが思うわけで、これってそんなになんかその派閥にいるなんか旨味っていうのがずっと続くものかなっていう、うん、まあ、だって安倍がこの後またいろいろとあの攻められる時に必ずお前安倍派なんだろうって言われるわけでね、
でも90人ぐらいいたら安心なんじゃないですか。まあとりあえず今はそんだけいるから安心。あのツーショットで並ぶと変な感じですね。私も長いことやってますけどね。まあ石原派今7人ですからね。ね。まあもうあそこは消滅だよ。うん、そうですね。で石破派ももう今12人になったって言ってましたかね。だからどこに行くのかとかね。そう考えるとやっぱりたくさんいるとなんか安心感あってまだ増えるんじゃないかなって気もしますけどね。そうですね。盛りかけ桜って言ってももう大人数でいればもうあれは終わったことですってもう。いやまあ中にいる人はそういうふうに言いますよね。だから派閥がねなんか自民党脱派閥とか言ってるのなんか最近ますます派閥がちょっと注目されてきて、まあそうですよね。ねえ結局派閥の力でまあいろいろ言われますよね。例えばその岸田派とかのこの宏池会がね大宏池会として麻生派とくっついてこの安倍派とこう対抗する。そうなってくるともう自民党の中でこう2つもともとのこうね結局吉田茂から続く方とそれから岸から続く方のねが2つあればもう野党いらないんじゃないかとかねえちょっと展開も楽しみですけど本間さんどうですか。まあはい、まあやっぱり日本の政治っていうのはその自民党の中でその議事選挙みたいにしてずっとやってきたわけでね。でそういう意味ではやっぱり自民党って派閥をなくすってことはできないわけですよ。うん、そうですね。で自民党の中にもやっぱりさっきの林さんの話でも出たけれども、はい、林なんか絶対外務大臣つけちゃいけないっていう右の連中もいっぱいいるわけで、でもそれをまあそれを跳ねのけてわざわざ林を持ってきてるわけでね。だからそういうところってやっぱりまあ自民党は一応まあ上手って結果論だけどね、上手に見えるっていう。そうですね、上手ですね。わかりました。はい、じゃあこのあたりにしておきましょうか。はい、はい、以上今日のオプエイドでした。ニューズオプエイド、本日はゲストに著述家の本間龍さんをお迎えし、福本秀アンカーと私青見えりがノーボーダー DX スタジオから生放送でお届けしています。 CM の後は特集マンスリー東京インパール2020への道です。それでは本日の特集です。18時40分になりましたら無料視聴の方とはお別れとなります。ご了承ください。この機会にぜひ会員登録をお願いいたします。有料会員の方はその後もお付き合いください。はい、では特集です。はい、それでは特集ですね。もうマンスリー東京インパール2020への道ですけど、まずちょっと本間龍さんに伺いたいのが衆議院選挙公示されました。でその後結構も NHK 含め地上波はなんか報道が減って、自民党総裁選の時の方が圧倒的に報道の量が多かったっていう統計もあったんですけど、なんでこんなことになるんですかね。それは簡単だからですよね。はい、簡単、自民党総裁選だったら、はい、自民党の中の話なんで、はい、誰が何分喋ったかとか、うん、そんなのストップウォッチで測る必要もない。なるほど。
もう極めてもう彼らが言いたいことだけだらだらもうしかも何の検証もしなくて、はいね、好きなこと言ってたじゃないですか。そうですね。で、はい、岸田さんは自分が言ったことをほとんど何もでやってない状況にあるわけでね、うん、でも、選挙になってしまうと、はい、全ての党の出演時間をもうストップウォッチで測るぐらい時間を本当に均等に割り当てるとかね、なるほど、してるわけですよ、うん、で僕はそんなことする必要ないと思うけど、うん、つまりそうしないとやっぱりこのなんでうちの党だけ移してくんねえんだみたいな感じで文句言われると。なるほど。だから自民党総裁選の方がもう本当に自由にその各局がもう扱えて、うん、で視聴率も取れればいいと。そうですそうです。なるほど。楽なんですよね。なるほど、うん、じゃあそのあたりを立憲民主党も今狙ってるでしょうね。ただね、はい、与党じゃないからね、はい、どうしても野党にな、うん、野党のあれだから注目されないですかね。まああんまりされないですよね今ね、もうなんか一生懸命もうなんかなんとか女性候補立てようとかやってるように見えますけどね、うん、メディアがどれぐらい扱ってくれるか一個のちょっとポイントだなと思うんですけどね。まあね、うん、まあ、あれじゃないですか、それでも何もないよりは注目されますよ。そうですよね、ちょうど国会もないですしね、うんうん、さてちょっとオリンピックの話いきましょう。はい、もう本間龍さんがねもう赤字だ赤字だ大変なことになるぞって言われてて、今この東京オリンピックパラリンピック今発表されてる経費が1兆6440億で、さらに道路整備などの経費を合わせると3兆円以上になる。でも赤字は確実で、これはちょっとね組織委員会のね武藤事務総長が大会収支の負担について年末年始にかけて議論が詰まっていくって発言されてますけど、はっきりしますかね。なんか概算をね、はいはい、こんなぐらいかなみたいのを出すって言ってて、そうですか、言ってるんでね、うん、まあだからそれに合わせて僕も本を出そうか出版しようという感じで。なるほど、うん、でもこう発表はだから結局どうなるんですかね。まあ、武藤事務総長がずっと言ってるのは、はい、正確な本当にこれが最終最後のあれですっていうのは、うん、はい、来年の4月以降になるって言ってるんだよね。あ、4月以降に、うんうん、でも、うん、ちょっと待ってと、組織委員会来年の6月で解散しちゃうぞって言ってんのに、はい、4月以降、しかも4月以降ですからね、4月じゃないからね、うん、だからもしかしたら5月の末ぐらいに発表して6月1日に、解散、うん、ってこともなくもない。いやちょっとそれってにうやむやのまま終わるっていう風になるんですかね、それだと。まあ結局今回のね、はい、選挙で一番痛かったのは、はい、まあ、痛かった、まあ、これ僕は個人的に痛いなと思ったのはやっぱり、はい、やっぱり立憲が数がだいぶ減っちまったんで、はい、てか野党が数を減らしたので、はい、要するに国会でのこの、オリンピックの赤字分析とか追及が多分ほぼされないんじゃないかと。あ、うん、でも減ってもやらないですかね、立憲。はい、まあ、結局僕がやるべきだって言ってたのは、うん、言ってたのは、はい、まあ、その原発原子力災害の事故調査委員会みたいなね、うん、ああいうやっぱりこう強力なその国政調査権を持つような、はい、調査組織を作ってこれやらないと、うん、まあ国会でその文科委員会とか予算委員会で追及したぐらいでは組織委員会っていうのはね数字を出してこないんですよ。出してこないんですか、うん、出してこないんですよ。それは民民契約でとか、うん、それは守秘義務があってとかね、うん、今までずっとそうだったので、うん、でもそれはでもほら今度その数字が明らかになるじゃないですか、はい、じゃあこの中で税金はいくらなんですかと、はい、
まあ、それはもう分かりきっていて、その1兆とか2兆とか3兆とかって言ってるんですけど、組織委員会が自前で集めたお金っていうのは7000億円しかないわけですよ。だからそれ以外のものは全部税金なので、はい、でそれ以外のものは全部税金なのに、その使途とか、はい、その単価、うん、をはっきりさせない、うん、っていうことは果たして許されるのかっていうね、まあ、普通許されないんだけれど、うん、でもこれそれをどこまで追及できるかっていうことになると、はい、これはやっぱりもう与野党を超えた調査委員会を作って、うん、本当徹底的に追及しないとね、多分出てこないわけですよ、うん、だけど自民党は当然、はい、オリンピックをやった側なのでね、はい、まあ、もういいじゃんみたいなね、うん、感じになっちゃう。ただですよ、やっぱりまず払う、その負担するのはまず都の税金ですよね。なあ、そうですね。だから我々都民の税金からってことですよね。で、いや、要するにその都はまあなんだかんだ言ってもう1兆8000億円ぐらい突っ込んでるわけですよ。はい。で、その部分っていうのはまあもうすでに使っちゃってるわけですよ。もう使っちゃってる。はい。で、これから新たにさらに追加の負担として出てくるのはまあ。よく言われている約900億円と言われているチケット代、はい、返金しなきゃいけないチケット代ですよね、はいはい、でそこにさらにその、もう火事場泥棒的に突っ込んだコロナ対策費であるとか、はい、そういうものがまたさらに乗っかってくるんですよ。うん、でそういうものが一体いくらになるんだって言ってんのに、まあ、武藤君はそれを答えないわけですよ。うん、だからそのぼんやりとそれが見えるのが多分12月末ぐらいだろう、うん、だからまあ、あと追加でどんなに少なくとも1000億円以上の追加経費が出てくるわけですよね。でそれを、どこが負担するのかっていうことで、最近雲隠れしちゃってる小池さんと、はい、うん、まあ、政府でバチバチやってたと、うん、いうことですよね。でこれは例えば都議会で、まあ、都民ファーストあたりがこれ追及していかないんですかね、国会だけじゃなくて。まあしないでしょうね。しないですか。だってオリンピックやる側だったからね。ああ、じゃあ都議会では なんか頼りになるところはないんですか。まあ共産党ぐらいでしょう、ね、共産党ぐらい。なるほど、そっか、都民ファーストもその自民党系もやる側だから、うん、あ、じゃあもう都議会は当てにできないんですね。うん、まあ当てにできないでしょうね、うん、できないですね。そうなってくるとやっぱり国会で、うん、そのもう委員会レベルではないところでもっとやってくれないと、その出す義務もないということになっちゃうんですね。まあそういうことですよね。でもやばいですね、このままもうね、青海さん、例えばもうね、北京オリンピックあるじゃないですか、冬季の、はい、もうそうなると、なんかもう東京オリンピックってなんかもう前の話で、そうですね、うん、忘れちゃいますよね。ね、うん、で、今夜もサッカーがあるし、なんかもう来年はワールドカップだみたいな、ね、なんか気持ちがそっちしてたら、お前、まだ東京オリンピックの話してんのみたいな、確かに、なんか日本人って不思議で、終わったことの話をしてると、まだ言ってんのっていう、そうですね、すっごい恥ずかしいみたいな感じがね。いいじゃんもう東京オリンピックみたいな。でもちょっとそれじゃあ済まないですよね、本間さんね。まあこれはそのなんていうかグッドタイミングっていうか、別にグッドじゃないけれども、うん、はい、今なんか2030年の東京オリンピックに札幌が一応立候補表明してるので、うんうん、なんかそれが内定しちゃうんじゃないかってね。そうですか。まあこれデイリー新潮が記事にしてて、で、いや内定しちゃうってつまり決定しちゃうわけです、うん、だけど、それちょっと待てと、うん、そのこんだけその国費を突っ込んだ東京オリンピックの生産もまだ済んでなくって、うん、まあこれ誰が見たって、だって最初招致した時7400億円でやるって言ってたんだから、はい、それが結局なんだかんだ言って4兆円近くになっちゃってるわけですよ。だから札幌オリンピックだって今札幌オリンピックの招致委員会っていうのは3500億円でやりますなんて言ってるけど、そうです、ね、そんなの絶対にそれで済むはずがないよ。
だからそういう意味でやっぱりこのちょっとその札幌の話もあの横から入りつつあるので、そうなるとやっぱり東京オリンピックの検証をやんないままで札幌オリンピックやるなんて決めていいのっていう話にはこれ国民誰でも思いますよね。はい、